の湯とは、自然の中に存在する温泉が自噴しており、かつその源泉を利用した商業施設が存在しない場所のこと。その形態は様々で、地元自治会や愛好家が定期的に手入れを行っているところ、利用者自身がシート、土のショベルなどを用意していかなければならないところもある。一部のの湯には、硫化水素ガスなどの火山ガス発生地帯のため、入浴に、 生命の危険を伴う場所や自然保護の観点、所有者の許可が必要などの理由により立ち入り禁止となっている場所がある。中岳温泉露天風呂、湯船メンテナンス用のシャベルが見えるの湯で一番多い形態である。川沿い、山肌などから温泉が湧き出している。また、旧火山や活火山では地下水がマグマで温められて噴出し、川そのものや 沼そのものが温泉となっているものもある。山肌から源泉が染み出してきていたり、または地獄地帯のように地面のあちこちから源泉が自噴している場合などである。湯船はない場合が多く、地面を掘ったり持参したビニールプールやビニールシートなどで即席の湯船を作って入浴する。有志により湯船が整備されていることもあるが、一部には土地の所有者に 無断で作られたものや国立公園内に違法に作られたものも存在する。湯温の調整が難しい。中岳温泉などがこれにあたる。河湯温泉千人風呂園系。川向こうに湯船がある河原を掘ると温泉が湧く。湯船を作成しやすく、川の水を使って容易に温度調整が可能なのが特徴。河湯温泉、上湯温泉、霧明温泉など。 基本的には、蒸気形態に属する。川底や固定に源泉があり、かつ高温、または、湧出量豊富で入浴に適した温度になっている場合がこれに該当する。川源毛大湯滝、カムいワッカの滝、でしかが町の池の湯、上り別温泉の湯の川、秋田焼山の養鳥の湯、尻り温泉の露天風呂、立山カルデラの荒湯などがこれにあたる。 磯のくぼみに温泉が湧き、満潮の時は水没、干潮の時だけ入浴できるという温泉。それらの中には、崖の下の岩場が波で侵食されて洞窟になった場所に温泉が湧いて湯船になっている場所もある。地中温泉、水無し海浜温泉などがこれにあたる。道路工事や基礎工事の際に比較的浅い部分にある岩盤を掘削して湧き出してしまったり、 井戸を掘るつもりが温泉が湧いてしまうことがある。県道や町道の場合は、自治体が道端に温泉施設を作るケースもあるが、そのまま垂れ流したり水槽を作って、一旦湧いたものを受ける場合があり、その水槽を湯船として利用できるものもある。また、鉱山跡地など、掘削の際には切れた温泉を利用できるものもある。金華湯、小坂町の奥奥89路温泉などがこれに、 当たる。以前は、温泉地として知られていたが、交通の便が悪い等の理由で、廃業、放置された温泉。湯船が残っていてそのまま利用できるところもある。高層温泉、潮の葉温泉近くの五色湯跡、川北温泉、三立温泉などがこれに当たる。整備された源泉から、利用されないで捨てられているものを集めて入浴する。 有志により入浴施設が整備されているケースが多い。和歌山県の湯の谷温泉や、伊豆の河津浜温泉にある海岸の湯船などがこれにあたる。かつて、松崎温泉の源泉位の下には、源泉位からこぼれ出た湯を集めた湯船も存在した。湯出した湯を集めたものだけでなく、すでに利用された後の灰湯を湯船に集めている場合も存在する。ありがとうございます。